今日初めての餌やりです。今日の温度はだいたい42度ぐらいですね。だいたいこれで40度前後ぐらいで一応やってますね。42、3度あってもですね、こうやって出した瞬間にちょっと下がりますので、まあ40度ぐらいになっとんじゃないでしょうかね。今日の献立は一応いつもですね、泡玉に大根の葉っぱをまず混ぜますよね。それからね、総合栄養剤、まあサプリなんですけどね、これを入れて、まあさらに、うち魚類、まあ主に金魚なんですけど、そういうのもやっておりまして、金魚に与える、あゆ餌っていうのがあるんですよね。これがもう栄養がいっぱい入って、大概のビタミンとかミネラルがね、ありまして、これも一緒に追加してやってますよ。これは成長になってからも、すべての小鳥にあげてます。愛餌はね。それからサプリもあげてます。この頃にね、栄養をまあ、たくさん取っとった方が、血圧体質とかね、病気にはなりにくいと思いますけどね。はい。初めての食事だからよく食べますね。邪魔しないで。邪魔しちゃダメ。どうしてやるか。はい、いくよ。あれ。このサワーの中ではね、もう最初来た日からこれが、この子がもう一番餌になりますね。何もやってやってしまう。